岡本喜戸作時代推理小説「半七鳥物鳥」朗読は鈴木新平です。第十二話猫騒動」半七老人のうちには小さい三毛猫が飼われていた。二月の暖かい日に私がぶらりと訪ねて行くと 老人は南向きの濡れ園に出て、自分の膝の上にうずくまっている小さい動物の柔らかそうな背中を撫でていた。かわいらしい猫ですね。まだ子供ですから。と老人は笑っていた。ネズミを取る知恵もまだ出ないんです。明るい真昼の日が隣の屋根の古い瓦を照らして、 どこやらで猫のいがみ合う声がやかましく聞こえた。老人は声のする方を見上げて笑った。こいつも今にああなって、猫の恋とかいう名をつけられて、あなた方のほっくの種になるんですよ。猫もまあ、このぐらいの小さいうちが一番可愛い,いんですね。これが化けそうに大きくなると、 もう、かわいいどころか、憎らしいのを通り越して、なんだか、薄気味が悪くなりますよ。昔から猫が化けるということをよく言いますが、ありゃあ、本当でしょうか。さあ、化け猫の話は昔からたくさんありますが、嘘か本当かよくわかりませんね。と、私は曖昧な返事をした。そうでしょうね。 昔から色々の話は伝わっていますが、誰も本当に見たというものはないんでしょうね。ですがね、私はたった一度変なことに出くわしましたよ。何これも私が直接見たというわけじゃないんですけれど、どうも嘘じゃないらしいんです。何しろその猫騒動のために、 人間が二人死んだんですからね。考えてみると恐ろしい子です。猫に食い殺されたんですかいや、食い殺されたというわけでもないんです。それが実に変なお話でね。ま、聞いてください。文久二年、1862年の秋ももう暮れかかって、 芝新明宮の生涯地も昨日で終わったという九月二十二日の夕方の出来事である。新明の宮寺から遠くない裏棚に住んでいるおまきというばあさんが頓死した。おまきは、完成猿年生まれの今年六十六で、七之助という孝行な息子を持っていた。 彼女は四十代で夫に死に別れて、それから女の手一つで五人の子供を育て上げたが、総領の娘は方向先で男をこしらえてどこへか駆け落ちをしてしまった。長男は芝浦で泳いでいるうちに沈んだ。次男は橋下で命を取られた。三男は 子供の時から手癖が悪いので、おまきの方から追い出してしまった。私はよくよく子供に運がない。おまきはいつも愚痴をこぼしていたが、それでも末っ子の七之助だけは無事にうちに残っていた。しかも彼は姉や兄たちの高校を一人で引き受けたかのように、 肩上げの下りないうちからよく働いて、年を取った母を大切にした。あんな高校息子をもって、おまきさんも幸せ者だ。子供運のないのを悔やんでいたおまきが、今ではかえって近所の人たちからうらやまれるようになった。七之助は魚屋で、番台を担いで、毎日方々の得意先を売り歩いていたが、 今年二十歳になる若い者が、見えも振りも構わずに真っ黒になって稼いでいるので、母亭振りの小飽きらいながらも、ひどい不自由をすることもなくて、親子二人が水いらずで仲良く暮らしていた。親孝行ばかりでなく、七之助は気の荒い家業に似合わない、おとなしい素直な立ちで、 近所の人たちにも可愛がられていた。それに引き換えて、母のおまきは近所の評判がだんだんに悪くなった。彼女は別に人から憎まれるような悪いことをしなかったが、人に嫌われるような一つの癖を持っていた。おまきは若い時から猫が好きであったが、それが 年を取るにつれていよいよ激しくなって、この頃では親猫、子猫、合わせて十五、六匹を飼っていた。もちろん、猫を飼うのは彼女の自由で、誰も改めて苦情を言うべき理由を持たなかった。そのたくさんの猫が狭いうちいっぱいに群がっているのが、見る人の目には 薄気味の悪いような一種不快の感を与えることがあってもそれだけではまだ飼い主に対して苦情を持ち込む有力の理由とは認められなかったしかしたくさんの動物は決して狭いうちの中にばかりおとなしくすくんではいなかった彼らはそこらへのそのそ這い出して近所隣の台所を荒らした おまきばあさんがいくら十分の食い物をあてがっておいても、彼らはやはり盗み食いをやめなかった。こうなると苦情の理由が立派になりたって近所からたびたびねじ込まれた。そのつどおまきもわびた、七之助も謝った。しかしおまきのうちの中の猫の鳴き声はやはり絶えないので、誰が 言い出したともなしに、彼女は近所の口の悪い人たちから、猫バ,バアというあだ名を与えられてしまった。本人のおまきはともあれ、七之助は母の異名を聞くたびに嫌な思いをさせられるに相違なかったが、おとなしい彼は母をいさめることもできなかった。むろん近所の人と争うこともできなかった。 彼は畜生の群れと一緒に寝て起きて黙っておとなしく稼いでいた。この頃は七之助が飽きないから帰ってくる時にその番台に必ず幾匹かの魚が残っているのを近所の人たちが不思議に思った。七之助さん、今日もあぶれかいとある人が聞いた。い,いえ、これはうちの猫に持って帰るんです。 七之助は少し決まりが悪そうに答えた。貸しから仕入れてきた魚をみんな売ってしまうわけにはいかない。飼い猫の餌として必ず幾匹かを残して帰るように母から言いつけられていると彼は話した。この高い魚をみんな猫の餌にあのばあさんももったいねえことをするなと。 聞いた人も驚いた。その噂がまた近所に広まった。あの息子もおとなしいからおふくろの言うことを何でも素直に聞いているんだろうが、この頃の高い魚を毎日あれほどずつ売り残してきちゃ、いくら稼いでも追いつくめ。あのばあさんは海の息子より畜生の方が可愛いいのかしら。因果なことだ。 近所の人たちは高行な七之助に同情した。そうしてその反動として誰も彼も猫ババアのおまきに反感を持つようになった。近所から嫌われていたおまきがこのごろだんだんと近所から憎まれるようになってきた。猫はいよいよその反感を挑発するように このごろはいたずらが激しくなって、どこのうちでも遠慮なしに入り込んだ。障子を破られたうちもあった。魚を盗まれたうちもあった。その鳴き声が夜昼騒々しいというので、南隣の人はとうとう引っ越してしまった。北隣には大工の若い夫婦が住んでいるが、その女房も 隣の猫にはあぐね果てて、どこかへ引っ越したいと口癖のように言っていた。なんとかしてあの猫を追い払ってしまおうじゃないか。息子もかわいそうだし、近所も迷惑だ。長屋の一人が勘人袋の尾を切ってこう言い出すと、長屋一同もすぐに同意した。直接に猫バ,バアに談判しても、 容易に拉致が悪まいと思ったので、月番の者が家主のところへ行って、その事情を訴えて、おまきが素直に猫を追い払えばよし、さもなければ棚立てを食わしてくれと頼んだ。家主ももちろん、猫ばあの味方ではなかった。早速、おまきを呼びつけて、長屋中の者が迷惑するから。 お前のうちの飼い猫をみんな追い出してしまえと命令した。もし不承知ならば即刻に棚を開け渡して、どこへでも勝手に立ちのけと言った。家主の意向に押されておまきは素直に承知した。いろいろのお手数をかけて恐れ入りました。猫は早速追い出します。しかし、 今まで可愛がって育てていたものを自分が手ずから捨てに行くには忍びないからご迷惑でもご近所の人たちにお願い申してどこかへ捨ててきてもらいたいと彼女は嘆いたそれも無理はないと思ったので家主はそのことを長屋の者に伝えるとおまきの隣に住んでいるかの大工のほかに 二人の男が連れ立って、おまきのうちへ猫を受け取りに行った。猫は先ごろ幸運なので、大小合わせて二十匹になっていた。どうもご苦労さまでございます。では、何分お願い申します。おまきは、佐のみれんらしい顔を見せないで、うちじゅうの猫を呼び集めて三人に渡した。 その猫どもを三つに分けて、あるものは炭の秋田原に押し込んだ。ある者は大風呂敷に包んだ。めい,めいがそれを小脇に引っかかえて路地を出て行く後ろ姿を、おまきは見送ってにやりと笑った。私見ていましたけれど、その時の笑い顔は実にすぐご御んしたよ。 大工の女房のおはつが後で近所の人たちにそっと話した。猫を抱えた三人は思い思いの方角へ行ってなるべく寂しい場所を選んで捨ててきた。まずこれでいい。そう言って長屋の平和を祝していた人たちはその明る朝、大工の女房の報告に驚かされた。 隣の猫はいつの間にか帰ってきたんですよ。夜中に泣く声が聞こえましたもの。本当かしらおまきの家を覗きに行って人々はまた驚いた。猫の剣族は夕べのうちに皆帰ってきたらしく、さながら人間の無知をあざけるようにうちじゅういっぱいに泣いていた。 に自分もよく知らないが何でもゆうべの夜中にどこからか帰ってきて縁の下や台所のレンジ窓からぞろぞろと入り込んだものらしいと言った「猫は自分のうちへ必ず帰るという伝説があるから今度は二度と帰られないようなところへ捨ててこよう」というので。 かの三人は行きがかり上、一日の商売を休んで、品川の外れや王子の果てまで再び猫を抱え出していった。それから二日ばかり、おまきのうちに猫の声が聞こえなかった。 神明のの祭りの夜であった。同じ名古屋に住んでいるイカケ城前直しの職人の女房が七つになる女の子を連れて神明のお宮へ参詣に行って四つ午後十時少し前に帰ってくるとその晩は月がさえて明るい屋根の上に露が薄白く光っていた。 あら、おっかさん。女の子は何を見たか、母のたもとを引いて急に立ちすくんだ。女房も同じく立ち止まった。猫ババアの屋根の上に、小さい白い影が迷っているのであった。それは、一匹の白猫で、しかも、前足二本を高く上げて、後ろ足二本は、 人間のように突っ立っているのを見たときに、女房もはっと息を飲み込んだ。彼女は娘を小声で制して、しばらくそっと伺っていると、猫は長い尾を引きずりながら、踊るような足取りで、小毛屋根の上をふらふらと立って歩いた。女房はぞっとして鳥肌になった。猫が、 屋根を渡りきって、その白い影がおまきの家の引き窓の中に隠れたのを見届けると、彼女は娘の手を強く握って、転げるように自分の家へ駆け込んで、引き窓や雨戸を厳重に閉めてしまった。亭主は夜遅く帰ってきて、戸をたたいた。女房がそっと起きてきて、 今夜自分が見届けた怪しい出来事を話すと、祭礼の酒に酔っている亭主はそれを信じなかった。べらぼうめん、そんなことはあるもんか。女房の止めるのも聞かずに、彼はおまきの台所へ忍んでいって、中の様子をうかがっていると、やがておまきのうれしそうな声が聞こえた。おお、今夜帰ってきたのかい。 遅かったねえ。これに応えるような猫の鳴き声が続いて聞こえた。亭主もぎょっとして酒の酔いが少し冷めてきた。彼は抜き足をしてうちへ帰った。本当に立って歩いたかあたしもよし坊も確かに見たんだもの。と女房も顔をしかめてささやいた。小さい娘のおよしも 見たよと震えながら言った。亭主もなんだか薄気味が悪くなってきた。ことに彼は猫を捨てに行った一人であるだけにいよいよいい心持ちがしなかった。彼はまた酒をむやみに飲んで酔い倒れてしまった。女房と娘とはしっかり抱き合ったままで夜の明けるまで ちち眠られなかった。おまきの家の猫は、ゆうべのうちに皆帰っていた。ことに、いかけやの女房の話を聞いて、長屋中の者は目を見合わせた。普通の猫が立って歩くはずはない。猫ばあのうちの飼い猫は、化け猫に相違ない。ということに決められてしまった。 その噂が家主の,の耳へも入ったので、彼も薄気味が悪くなった。彼は再びおまき親子に向かって立ち退きを迫ると、おまきは自分の夫の代から住み慣れている家を離れたくない。猫はいかようにご処分なすってもいいから、どうか棚立てを許してもらいたいと涙をこぼして家主に嘆いた。 そうなると、家主にも不憫が出て、たってこの親子を追い払うわけにもいかなかった。ただ捨ててくるから、またすぐ戻ってくるんだ。今度は、二度と帰られないように、重しをつけて、海へ沈めてしまえ。こんな化け猫を生かしておくと、どんな災いをするか知れない。家主の発議で、猫は、 いくつかの秋田原に詰め込まれ、これに大きい石を縛りつけて、芝浦の海へ沈められることになった。今度は、長屋中の男という男は総出になって、おまきのうちへ二十匹の猫を受け取りに行った。おもしをつけて、海の底へ沈められては、さすがの猫ももう再び、 浮かび上がれないものと、おまきも覚悟したらしく、人々に向かって嘆願した。今度こそは、長野別れでございますから、猫に何か食べさせてやりとうございます。どうぞ、少しお待ちください。彼女は、二十匹の猫を自分の周りに呼び集めた。今日は、七之助も商売を休んで、 家にいたので、おまきは彼に手伝わせて、何か小魚を煮させた。飯と魚とを皿に盛り分けて、一匹ずつの前に並べると、猫は鼻を揃えて一度に食い始めた。彼らは飯を食った、肉を食った、骨をしゃぶった。一匹ならば珍しくない。しかも、二十匹が 一度に喉を鳴らし、牙をむき出して、めい,めいの餌を忙しそうに食らっているありさまは、決して愉快な感じを与えるものではなかった。気の弱い者には、むしろ、ものすごいようにも思われた。白髪の多い、頬骨の高いおまきは、節目にそれをじっと眺めながら、時々そっと目を拭いていた。 おまきの手から引き離された猫の運命はもう説明するまでもなかった。万事が予定の計画通りに運ばれて、彼らは生きながら芝浦の海の底へ葬られてしまった。それから五六日を経っても猫はもう帰ってこなかった。長屋中の者はほっとした。しかし、 おまきは別に寂しそうな顔もしていなかった七之助は相変わらず番台を担いで毎日の商売に出ていたその猫を沈められてからちょうど七日目の夕方におまきは頓死したのであったそれを発見したのは北隣の大工の女房のおつで亭主は 仕事からまだ帰ってこなかったが、いつもの習いで、彼女は格子に情を下ろして、近所まで用達しに行った。南隣は当時空き家であった。したがって、おまきの死んだ当時の状況は誰にもわからなかったが、お初の言うところによると、彼女が外から帰ってきて、路地の奥へ行こうとするときに、 家の,の入り口に魚の番台と天秤も音が置いてあるのを見た七之助が商売から戻ってきたものと推量した彼女はその軒下を通り過ぎながら声をかけたが家には返事がなかった秋の夕方はもう薄暗いのにうちには明かりを灯していなかった暗いうちの中は 墓場のようにしんと沈んでいた。一種の不安に襲われて、おつは,はそっと中を覗くと、入り口の土間には人が転げているらしかった。こわごわながら、一足踏み込んで透かしてみると、そこに転げているのは女であった。猫ババアのおまきであった。 お初は声ををげて人を呼んだ。その叫びを聞きつけて近所の人もかけてきた。猫ババアが死んだという噂が長屋中から裏町まで伝わって家主も驚いて駆けつけた。一口に鈍死というけれど実際は病気で死んだのか人に殺されたのかそれがまだはっきりしなかった。 それにしても息子はどうしたんだろう番台や天秤棒が放り出してあるのを見ると七之助はもう帰ってきたらしいがどこに何をしているのかこの騒ぎの中へ影を見せないのも不思議に思われたともかくも医者を呼んできておまきの死骸を改めてもらうと体に異常はない。 頭の脳天よりは少し前の方に一箇所の打ち傷らしいものが認められるが、それも人から打たれたのか、あるいは上がり鼻から転げ落ちる弾みに何かで打ったのか、医者にも確かに見極めがつかないらしく、結局おまけは率中で倒れたということになった。病気ならば別に難しいこともないと、 家主もまず安心したが、それにしても七之助の行方がわからなかった。息子はどうしたんだろうおまきの死骸を取り巻いて、こうした噂が繰り返されているところへ、七之助が青い顔をしてぼんやり帰ってきた。隣町に住んでいる同じ商売の三吉という男もついてきた。 三吉はもう三十以上で、見るからに気の利いた威勢のいい男であった。いや、どうも皆さん、ありがとうございました。と、三吉も人々に挨拶した。実は今、七之助が真っ青になって駆け込んできて、商売から帰って家へ入ると、おふくろが土間に転がり落ちて死んでいたが、一体どうしたらよかろうかと、こう言うんです。 おりゃあ、俺のところまで相談に来ることはね、なぜ早く大屋さんやお長屋の人たちに知らせて、なんとか始末をつけねえんだと、小言を言ったようなわけなんですが、何しろまだ年が若えもんですから、ただもう面食らってしまって、夢中で私のところへ飛んできたという、それもまあ無理はね、ともかくもこれから一緒に行って、皆さんによろしくお願い申してやろうと、こうして、 出てまいりましたもんでございますが、一体まあ、どうしたんでございましょうね。いや、別に司祭はない。七之助のおふくろは急病で死にました。お医者の話では、ゅうだということで。と、家主は落ち着き顔に答えた。へえ、ゅうですか。ここのおふくろは酒も飲まねえのに、 やっぱりりなにましたかね。おっしゃるとおり急死というんじゃどうもしかたがございません。七之助泣いてもしょうがねえ。寿命だとあげらめろよ。と三吉は七之助を励ますように言った。七之助は窮屈そうにかしこまって両手を膝についたままでうつむいていたが彼の目にはいっぱいの涙をためていた。 ふだんから彼の親孝行を知っているだけにみんなもひとしおの哀れを誘われた。猫ばばの死を悲しむよりも母を失った七之助の悲しみを思いやって長屋中の顔はかげった。女たちはすすり泣きをしていた。その晩は長屋中の者が集まって通夜をした。七之助は まるで気抜けがしたようにぼんやりとして、隅の方に小さくなっているばかりで、ろくろく口も聞かなかった。それがいよいよみんなの同情を引いて、弔い一切のことはすべて彼の手をわずらわさずに、長屋中央の者がみんな始末してやることにした。七之助はおどおどしながらしきりに礼を言った。 こうして皆さんが親切にしてくださるんだから、何もくよくよすることはねえ。猫ボバーなんていうお袋は生きていねえ方が帰っていいかもしれねえ。おめえもこれから一本立ちになって、せいぜい稼いで、皆さんのお世話でいい嫁でも持つ三段をしろ。と、三吉は平気で大きな声で言った。仏の前でお構いなしにこんなことを言っても、 誰もそれをとがめるものもないほどに、不運なおまきは近所の人たちの同情を失っていた。さすがに口を出して露骨には言わないが、人々の胸にも三吉と同じような考えが宿っていた。それでも一個の人間である以上、猫バ,バアは飼い猫と同じような残酷な水槽霊には行われなかった。 おまきの死骸を治めた早おけは、長屋の人たちに送られて、あくる日の夕方に麻布の小さな寺に葬られた。それは、小雨のような夕霧の立ち迷っている夕方であった。おまきの棺が寺へ行き着くと、そこには、他にも貧しい葬式があって、その見送り人は、 徐々に帰りかかるところであった。おまきの葬式はちょうどそれと入れ違いに本堂に繰り込むと、前に来ていた見送り人はやはり芝あたりの人たちが多かったので、後から来たおまきの見送り人と顔なじみも少なくなかった。いやあ、お前さんもお見送りですか。ご苦労様です。 こんな挨拶が方々で交換された。その中に、目の大きな背の高い男がいて、彼はおまきの隣の大工に声をかけた。やあ、ご苦労。おめえの泊まれ誰だ長屋の猫ババーさ。と、若い大工は答えた。猫ババーおかしな名だな。猫ババーというのは誰のおった と、彼はまた聞いた。聞い猫ババアのあだ名の由来やその死に際の様子などを詳しく聞き取って彼は司祭らしく首をかしげていたがやがて大子に別れを告げて一足先に寺の門を出た。彼は手先の湯役まであった。 どうも、その猫バあの死に様が、ちっと、変じゃありませんかね。湯屋熊の熊蔵は、その晩すぐに、神田の三河町へ行って、親分の半七の前で、今日聞き出してきた猫バあの一件を報告した。半七は黙って聞いていた。親分、どうです変じゃありませんかね。うん。ちっと変だな。だが、 てめえのあげてくるのに、ろくなことはねこの正月にも、てめえのうちの二階へ来る客の一見で、とんでもねえ汗をかかせられたからな。うっかり油断はできねえ。ま、もうちっとほじくってから、俺んとこへ持ってこい。猫ばバばバだって生きてる人間だ。いつ、とんしをしねえとも限らねえ。よがす。あっしも今度は真剣になって、この正月の埋め合わせをします。 まあうまくやってみてくれ。熊蔵を返した後で半七は考えた。熊蔵の言うことも馬鹿にならない。家主の意向と大勢の力とで猫ばばあが海の子よりもかわいがっていたたくさんの猫どもを舞台にももぎ取ってそれを芝浦の海の底に沈めた。 それからちょうど七日目に猫ばばあが不意に死んだ。猫の執念とか何かの因縁とか言えば言うものの、そこに一種の疑いがないでもない。これはそそっかしい熊蔵一人に任せてはおかれないと思った。彼はあくる朝、すぐにあたご下の熊蔵の家を訪ねた。 熊蔵の家が湯屋であることは前にも言った。しかし、朝がまだ早いので二階に上がっている客はなかった。熊蔵は黙って半室を二階に案内した。大層おはようございましたね。何かご用ですかと彼は小声で聞いた。実は、夕べの一件で来たんだが。 なるほど。考えてみると、ちっとおかしいな。おかしいでしょそこで、おめえ、何か睨んだことでもあるのかいや、まだそこまでは手がついていねんね。何しろ、昨日の夕方、聞き込んだばかりですから、と、熊蔵は頭をかいた。猫ばばあが全く病気で死んだんなら、論はねえが、もしその、 脳天の傷に何か違和感があるとすれば、おめえ、誰がやったと思ういずれ、長屋の奴らでしょう。そうかなあ。と、廃、は、置、い、は考えていた。その息子という奴がおかしくねえかでもその息子というのは、近所でも評判の親孝行だそうですぜ、ね。評判の高校息子が、 親殺しの滞在を犯そうとは思われないので半七も少し迷ったしかし猫ババアがともかくも素直に猫を渡した以上長屋の者が彼女を殺すはずもあるまいと思われた息子の仕業でもなし長屋の者どもの仕業でもないとすれば猫ババアの死は医者の診断のとおり やはりそっちゅ中の頓死ということに決めてしまうよりほかはなかったが、半ちの疑いはまだとけなかった。いくら年が若いと言っても、息子はもう二十歳にもなっている。母の死を近所の誰にも知らせないで、わざわざ隣町の同じ商売のうちまでかけていったということが、どうも彼の負に落ちなかった。といって、 それほどの高校息子がどうして現在の母を残酷に殺したか、その理屈はなかなか考え出せなかった。何しろ、もう一度頼んでおくが、おめえよく気をつけてくれ。五六日経つと、俺が様子を聞きに来るから。半七は念を押して帰った。九月の末には雨が毎日降り続いていた。 それから五日ほど経つと、熊蔵の方から訪ねてきた。よく降りますね。早速ですが、例の猫バ,バアの一件は、なかなか当たりがつきませんよ。息子は相変わらず、毎日稼ぎに出ています。そして、商売を早くしまって、帰りにはきっとお袋の寺参りに行ってるそうで、名屋のももみんな褒めていますよ。 それにね、長屋の奴ら、猫ババアがくたばっていい君だぐらいに思ってるんですから、誰も戦技するものなんざありゃしません。家主だって自信番だって、なんとも思っちゃしませんよ。そういうわけで、どうにもこうにも手のつけようがなくなって、半七は下打ちした。そこをなんとかするのが御用じゃねえか。もうてめえ一人に預けちゃおかれねえ。 明日俺が直接に出張っていくから案内してくれ。明くる日も秋らしい陰気な雨がしょぼしょぼ降っていたが、熊蔵は約束通りに迎えに来た。二人は傘を並べて片門前へ出て行った。路地の中は思いのほかに広かった。まっすぐに入ると、左側に大きい井戸があった。 その井戸川について左へ曲がると、また鍵の手に何軒かの長屋が続いていた。しかし長屋は右側ばかりで、左側の空き地は荒野の干し場にでもなっているらしく、ところまだらに生えている低い秋草が雨に濡れて、一匹の野良犬が寒そうな顔をして餌をあさっていた。ここですよ 熊蔵は小声で指さした。猫ババアの南隣はまだ空き家になっているらしかった。二人は北隣の大工の家へ入った。熊蔵は大工を知っていた。ごめんください。悪いお天気です。外から声をかけると、若い女房のお初が出てきた。熊蔵は、 かまちに腰をかけて挨拶した。途中で打ち合わせがしてあるので、熊蔵はこのごろこの近所へ引っ越してきた人だと言って半七をお初に紹介した。そうして今度引っ越してきた家はだいぶ傷んでいるのでこっちの棟梁に手入れをしてもらいたいと言った。そのおについて半七も丁寧に言った。 何分こっちへ越してまいりましたばかりで、ご近所の大夫さんに誰もおなじみがないもんですから、熊さんに頼んでこちらへお願いに出ましたので、さようでございましたか、お役には立ちますまいが、この後ともに何分よろしくお願い申します。徳井が一件増えることと思って、お初は笑顔を作って、除細なくあいさつした。二人を 無理に中に生じ入れて、タバコ盆や茶などを出した。外の雨の音はまだやまなかった。昼でも薄暗い台所では、ネズミの駆け回る音が時々に聞こえた。お宅もネズミが出ますね。と、半七は何気なく言った。ご覧の通りの古いうちだもんですから、ネズミが暴れて困ります。と、 おはつは台所を見返って言った。猫でもお買いになってはええー。と、おはつは曖昧な返事をしていた。彼女の顔には暗い影がさした。猫といえば、隣のばあさんのうちどうしましたいと、熊蔵は横合いから口を出した。息子はからず精出して稼いでるんですか ええ、あの人は関心によく稼ぎますよ。こりゃあ、ここだけの話だが。と、熊蔵は声を低めた。なんだか、表町の方では、変な噂をしておるようですが。ええ、そうでございますかお初の顔色がまた変わった。息子が、天秤棒でお袋を殴り殺したんだという噂で。 まあお初は目の色まで変えて、半七と熊蔵との顔を見比べるように伺っていた。おいおい、そんなつまらないことをうっかり言わないほうがいいぜ。と半七は制した。他のこととは違って親殺しだ。一つ間違った日には、本人はもちろんのこと、かかり合いの人間はみんなとんだ目に遭わなきゃならない。 ななことを言うもんじゃないよ。目で知らされて熊蔵は慌てたように口を結んだお初も急に黙ってしまった一座が少ししらけたので藩主はそれをしように座を立った「どうもお邪魔をしました今日はこんな天気だから棟梁はおうちかと思って来たんですがそれじゃあまた出直して伺います」 おはずは半七のうちを聞いて亭主が帰ったらすぐにこちらから伺わせますと言ったが半七は明日また来るからそれには及ばないと断って別れたあの女房が初めて猫ばばあの死骸を見つけたんだなと路地を出ると半七は熊蔵に聞いたそうですあのかか猫ばあの話したら 少し変な吊らしてましたね。うん。大抵分かった。おめえはこれで帰っていい。あとは俺が引き受けるから。何よ。俺一人で大丈夫だ。熊蔵に分かれて、半七はそれから他へ用達しに行った。そうして、夕7つ、午後4時前に、再び路地の口に立った。 雨がまたひとしきり強くなってきたのを幸いに、彼は放火もりをして傘を傾けて、猫ババアの南隣の空き家へ忍び込んだ。彼は表の戸をそっと閉めて、湿っぽい畳の上にあぐらをかいて、時々に天井裏へポトポトと落ちてくる雨漏りの音を聞いていた。崩れた壁の下にコオロギが鳴いて、 火のけのない空き家は薄らざまかったここの家の前を通る傘の音が聞こえて大工の女房は外から帰ってきたらしかったそれからまた半時もたったと思うころに。 ぬれたわらじの音がこの前を通って隣のうちの門口に止まった。猫ばばあの息子が帰ってきたなと思っていると果たしてかゴや番台を下ろすような音が聞こえた。「しっちゃん帰ったの?」。おはつが隣からそっと出てきたらしかった。そうして土間に立って何か息もつかずに。 ささやいているらしかった。それに答える七之助の声も低いので、どっちの話も半七の耳には聞き取れなかったが、それでも壁越しに耳を引き立てていると、七之助は泣いているらしく、時々は鼻をすするような声が漏れた。そんな気の弱いことを言わないでさ、早くさんちゃんのところへ行って相談しておいでよ。 いいえ、もう一通りのことは私が話してあるんだから。と、おはつは小声に力を込めて何かしきりに七之助に進めているらしかった。さあ、早く行っておいでよ。じれったい人だね。と、おはつは渋っている七之助の手を取って引き出すようにして表へ追いやった。七之助は黙って出て行ったらしく。 重そうなわらじの音が路地の外へだんだんに遠くなった。それを見送って、お初は,は自分の家へ入ろうとすると、半七は空き家の中から不意に声をかけた。おかみさん。お初は,はぎょっとして立ちすくんだ。空き家の戸を開けて、ぬっと出てきた半七の顔を見たときに、彼女の顔はもう、 灰色に変わっていた。外じゃ話ができねえ。ま、ちょいと、ここへ入ってくんねえ。と、半七は先に立って、猫ババアの家へ入った。おつも無言でついてきた。おかめさん、おめえ、私の商売を知っているのかいと、半七はまず聞いた。い,いえ、と、 お初はかすかに答えた。俺の身分は知らねえでも、熊の野郎が湯屋の他に商売を持っていることは知ってるだろういや、知ってるはずだ。おめえの亭主はあの熊と近づきだと言うじゃねえか。まあ、それはそれとして。おめえ、今の魚屋と何をこそこそ話していたんだお初は,はうつむいて立っていた。 いや、隠しても知っている。おめえ、あの、魚屋に知恵をつけて、隣町の三吉のところへ相談に行けと言ったろう。さっきも熊蔵が言った通り、その晩に、あの七之助が天秤棒でお袋を殴り殺した。それをおめえ知っていながら、あいつをかばって三吉のところへ逃がしてやった。 三吉がまたいい加減なことを言って調ばっく,くれて七之助を引っ張ってきた。さあどうだこの占いが外れたら銭は取らねえ。長屋城の者はそれでごまかされるか知らねえが、俺たちが素直にそれを承知するんじゃねえ。七之助はもちろん残ったが、一緒になって芝居を打った三吉もおめえも同類だ。 片っ端から呪術繋ぎにするからそう思ってくれ。傘にかかって脅されたオファツはわっと泣き出した。彼女は土間に座って堪忍してくれと拝んだ。指令によったら堪忍してやらねえものでもねえが、お慈悲が願いたければ、まっすぐに白状しろ。どうだ俺が睨んだにそうやるめ。 おめえと三吉とがぐるになって七之助の教場をかばっているんだろう。恐れ入りました。と、お初は,は震えながら土に手をついた。恐れ入ったら正直に言ってくれ。と、半七は声を和らげた。そこで、あの七之助はなぜお袋を殺したんだ。親孝行だというから、 最初からたくんだ仕事じゃあるめえが、何か喧嘩でもしたのかおふくろさんが、猫になったんですと、おはつは思い出してもぞっとするように肩をすくめた。半医は笑いながら眉を寄せた。ふ <laughs> ーん、猫ばばアが猫になった。それも何か芝居の筋書きじゃねえかいえ、 これは本当で、嘘も偽りも申し上げません。ここのうちのおまきさんは、まったく猫になったんです。その時に私もゾッとしました。恐怖におののいているその声にも顔色にも、偽りを包んでいるらしくないのは、他年の経験で半七にもよくわかった。彼も釣り込まれて真面目になった。じゃあ、 おめえもこのばあさんが猫になったのを見たのか確かに見たとおわつは言った。それがこういうわけなんです。おまきさんのうちに猫がたくさん飼ってある自分には、その猫に食べさせるんだと言って、七之助さんは飽きないもののお魚を毎日いくずつか残してうちへ帰っていたんです。そのうちに、 猫はみんな芝浦の海へ放り込まれてしまって、うちには一匹もいなくなったんですけれど、おふくろさんはやっぱり今まで通りに魚を持って帰れと言うんだそうです。七之助さんはおとなしいから、何でも素直に、あいあいと言っていたんですけれど、うちの人がそれを聞きまして、そんな馬鹿な話はない。うちに意もしない猫に、 高い魚をたくさん持って帰るには及ばないから、もうよした方がいいと七之助さんに意見しました。お袋はその魚をどうしたんだろうそれは七之助さんにもわからないそうです。何でも台所の戸棚の中へ入れておくと、明日の朝までにみんな亡くなってしまうんだそうで。どういうわけだかわからないと言って、 七之助さんも不信がっているので、うちの人が意地をつけて、物は試しだ。魚を持たずに一度帰ってみろ。おふろがどうするかと。七之助さんもとうとうその気になったと見えて、この間の夕方、神明様のお祭りの済んだあくる日の夕方に、わざと番台を空にして帰ってきたんです。私もちょうどその時に買い物に行って帰りに、 路地の角であったもんですから、七之助さんと一緒に路地へ入ってきて、すぐに別れればよかったんですが、今日は番台が空になっているから、おふくろさんがどうするかと思って、角口に立ってそっと覗いていると、七之助さんは土間に入って番台を下ろしました。すると、おまきさんが奥から出てきて、すぐに番台の方をじろりと見て、おや、 今日は何にも持って帰ってこなかったのかいと、こう言ったときに、おまきさんの顔が耳が折ったって、目が光って、口が裂けて、まるで猫のようになってしまったんです。その恐ろしい猫の顔が今でも覗いているかのように、お初は,は薄暗い奥を透かして息を飲み込んだ。 半死も少し煙に巻かれた。はて、変なことがあるもんだな。それからどうした私もびっくりして、はっと思っていますと、七之助さんはいきなり天秤棒を振り上げて、おふくろさんの脳天を一つ打ったんです。急所をひどく打ったと見えて、おまきさんは声も出さないで、土間へ転がり落ちて、もう、 それぎりになってしまったようですから、私はまたびっくりしました。七之助さんは怖い顔をして、しばらくおふくろさんの死骸を眺めているようでしたが、急にまたうろたえたような風で、台所から出馬包丁を持ち出して、今度は自分の喉をつこうとするらしいんです。もう、売っちゃってはおかれませんから、私が駆け込んで止めました。 そうして、訳を聞きますと、七之助さんの目にも、やっぱり、おふくろさんの顔が猫に見えたんだそうです。猫がいつの間にかおふくろさんを食い殺して、おふくろさんに化けているんだろうと思って、親孝行の七之助さんは、親の仇を取るつもりで、夢中ですぐにぶち殺してしまったんですが、殺してみると、やっぱり、 本当のお袋さんで、尻尾も出さなければ毛も生えない。そうすると、どうしても親殺しですから、七之助さんも覚悟を決めたらしいんです。ばあさんの顔が全く猫に見えたのかと、半死は再び念を押すと、お初は,は自分の目にも七之助の目にも確かにそう見えたと言い切った。 さもなければ、普段から親孝行の七之助が、親の頭へ手を挙げる道理がないと言った。それでもそのうちに正体を表すかと思って、死骸をしばらく見つめていましたが、おまきさんの顔は、やっぱり人間の顔で、いつまで経っても猫にならないんです。どうしてあの時に、猫のような怖い顔になったのか。 どう考えてもわかりません。死んだ猫の魂がおまきさんに乗り移ったんでしょうかしら。それにしても七之助さんを親殺しにするのはあんまりかわいそうですし、もともとうちの人が知恵をつけてこんなことになったんですから、私も七之助さんを無理になだめて、あの人が普段から仲良くしている 隣町の三吉さんのところへ一緒に相談に行ったんですが、隣は空き棚ですし、路地に出入りするときにも、いいあんまに誰にも見つからなかったんです。それから三吉さんがいろいろの知恵を貸してくれて、私だけが一足先へ帰って、初めて死骸を見つけたように騒ぎ出したんです。それでみんなわかった。 そこで、今日俺たちが繋がってきたんで、おめえ、なんだかおかしいぞと感づいて、さっき三吉のところへ相談に行ったんだな。そうして、七之助の帰ってくるのを待っていて、これも三吉のところへ相談にやったんだな。そうだろそこでその相談はどう決まった七之助をどこへか逃がすつもりか おめえに聞いているよりも、すぐに三吉のほうへ行こう。半七は雨の中を隣町へ急いで行くと、七之助は今朝から一度も姿を見せないと三吉は言った。隠しているかとも疑ったが、全くそうでもないらしいので、ふとあることが半七の胸に浮かんだ。彼はそこを出て、さらに 麻布の寺へ追って行くとおまきの墓の前には新しい外場が雨に濡れているばかりでそこらに人の影も見えなかったあくる日の朝七之助の死骸が芝浦に浮いていたそれはちょうど長屋の人たちがおまきの猫を沈めたところであった七之助はもう三吉のところに行かずに まっっすぐに死にに死場所を探しに行ったのであろう。いくらおはずが証人に立っても母の顔が猫に見えたという奇怪な事実を盾にして親殺しの戸郷を逃れることはできない。張り付けに合わないうちに自滅した方がいっそ本人の幸せであったろうかと半七は思った。 自分もまたこうした不恩の親孝行息子に縄をかけない方が幸せであったと思ったお話はまあこういう筋なんですがねと半四郎人はここで一息ついたそれからだんだん調べてみましたが七之助は全く親孝行でとても 正気で親殺しなんぞするはずはないんです。隣のお初という女も正直者で嘘なんぞつくような女じゃありません。そうすると、まったくこの二人の目には、おまきの顔が猫に見えたんでしょう。猫が乗り移ったのかどうしたのか、不思議なこともあるもんですね。それから、 おまきのうちをあらためてみますと、えんのしたからくさったさかなのほねがたくさんでました。ねこがいなくなったあとも、おまきはやっぱりそのくいものをえんのしたへほおりこんでいたものとみえます。なんだかきみがわるいので、いえぬしもとうとうそのいえをとりこわしてしまったそうですよ。